大仙ネズの命神事協会は、日本の単立宗教法人である。信仰対象は、大仙ネズの命。ネズは、教会独自の字で、木の作りの横角がないような字であるが、ユニコードで規定されていないため、陶記字ではこれ以降、ひらがなで表記する。大仙ネズの命神事協会は、友丸ま祭が1953年9月23日に、設立した。 新宗教である。教会によれば、神、仏、人の道が教義である。笹草人は大戦ネズの命であり、また、代表役員であった友丸美女がその化身であると、教義で定められている。2015年10月に、法人番号が指定された。稲日の佐が尾が1952年に宗教法人の認可を受け、翌百五十三年九月十三日、 横浜市西区古部長に大仙根津の命神事協会を設立。その際、稲日野は、友丸祭と改名し称号と合わせて、死者友丸祭を名乗る。またこの時、稲日野は、死者友丸祭として、神事人相官邸官という肩書を持つ。有力な信者を、支部長にし、横浜を中心に、多くの支部を解所した。1946年11月15日、 横浜市南区宮元町に森秀子が生まれる。森家に生まれた秀子は、後の教会長である兄、後に、友丸光と名乗る弟と共に成長したが、中学生の頃から病気がちとなる。やがて原因不明の病により、20歳の時に医師から余命がわずかであると宣告される。その折に、大仙根津の命の存在を知り、家族ぐるみで信者となる。 1967年2月4日、回復したお礼のため戸部総本部を訪れた秀子に、友丸ま祭は神の運命であると告げる。同年の7月から刑事を受けられるようになった秀子は、2年後に宮本支部の支部長として頭角を表していく。横浜市内の有力な支部の支部長が女性信者への暴行容疑で逮捕され、友丸ま祭も警察の聴取を受けることとなり、 信者に動揺が広がった。この事件を利用し、友丸城や教会幹事長による友丸祭の排除も計画された。秀子の弟の依頼を受けた弁護士、沼野照彦により事件は不起訴処分となった。友丸祭の排除を計画した、教会幹事長は教会を去り、友丸城は教会運営から遠ざけられた。 1975年に秀子は、福祉者とも丸姫の肩書を名乗り、その3年後には、教会監査役として、教会運営の中心になっていった。とも丸姫美美は1985年に、死者、翌年に、自家子となった。友丸とも丸彩ととも丸姫は、支部制度を止して、教会を一元化。信者数は、約10年の間に5万人から、その10倍以上に発展した。 1987年には本部を西区小部町からともまるの成果のある南区群元町に移し、上総本部と称する。付近には次々と施設を建設した。1988年にともま祭が死去。自身が目指した教会像が実現したことに満足していたという。それから14年後の2002年9月にともまるが死去。宗教法人。 大仙ネズの命神事教会は友丸祭の時代から説き続けられている神、仏、人の道を教義とする。神の道は朝夕、またことあるごとに神に祈願し、神の教えに沿って生活する。仏の道は、個人や先祖に願い事をするのではなく、親、先祖、目上に感謝する心で暮らし、安心感を与える。人の道は、人との調和を保ち、 人と支え合って暮らすことである。ともまるは、どのような人の心も救うことのできる、希望の光と、繰り返し幸せな人生に生まれることができる、真実の光を表し、救いの道を確立したとされる。その後ともまるの実定ともまるが真実を受け、一つ一つを解析して、人々の豊かな心を育んでいる。 神の教えを守ることによって、神から授けられた自分の運命が輝き、悔いのない人生を送ることができるとされる。宗教法人、大仙根津の命神事教会の捧ぐ祭人は、女神大仙根津の命である。また、競技では、大仙根津の命の御霊が封じ込められて、生まれてきたのが、とも丸姫とされている。1987年11月15日は、 教会にとっての聖なる日、聖実とされ、この年を起源とする、教会歴が制定された。教義によると、喉んで生死の淵をさまよっていた、稲日の貞男の夢の中に現れて、命が欲しければ、神にすがれ、神の教えを世に伝えよと言い、夢から覚めると水が喉を楽に通るようになった、稲日のはそれで、命が救われたことを知ったという。 1948年9月23日、稲日野は大仙ネズの命の名を世に広め、神の力によって大衆を救助せよとの啓示を受け、その日から神の教育が始まった。救いの道筋を完成させ神の世界へと戻ったとされる友丸美るは大仙ネズの命の新婚として神と人間との橋渡しとなっている。ともまは大仙ネズの命の側近の神である、 大神として、ともまる時命と呼ばれている。称号と名前は、神から授かるとされる。2002年9月からは、ともまる美目の実刑で教会の組織長である、神主教会長と、実定で説教と、信者教育を担当する、教主聖子者ともまる会長の長男で二人を補佐する、神法師、ともまる、清の三人体制で運営されている。 2002年から2019年現在の代表役員は森慎一である。森は教会長を務めている。2014年時点の信者数は約80万人。信者は教団本部のある神奈川県を中心に東京、千葉、埼玉などの近県をはじめ北海道から沖縄まで全国各地に分布している。教会施設は横浜市営地下鉄。 牧田駅周辺に、神殿や教育会館、儀式会館、食堂などのビルがあり、全国に移行会館と呼ばれる施設が32カ所ある。納骨施設は神奈川県湯河原町にあるほか、11カ所の移行会館にも併設されている。1975年、女性信者が教団幹部から乱暴された上、彼女から被害を相談された教祖も彼女にわいせつ。 好意を働くという事件が発生。幹部、教祖ともに不法監禁などで検察庁へ送検され、不起訴処分となった。1987年には元信者が藤沢悪魔バライバラバラ殺人事件を起こしている。2000年には職員食堂で集団食中毒事件が発生した。ありがとうございます。